こんにちは、阪急道場弓矢さんです。はい、今日は私が掃除でね愛用しているこれです。雑巾掛けの時に便利なフロアワイパーを紹介したいと思います。これ山崎産業さんの商品で、フロアワイパーですね。ちょっとね全長を見るのが難しいんですが、こんな感じ、結構ね立ったまま雑巾掛けができる優れものなんですよ。もうこれ買って10年ぐらい使ってますかね。で、先がねこんな感じになってて、ここに雑巾を挟むんですよ。で、挟み方としてはもうそのままね雑巾をよいしょ挟んで、くるっとこっちでパコッと止めるっていうかね、そう、こんな感じ、そう、すぐできるから便利。ちなみにね、こういう化学繊維の雑巾でやれば、天井とかもね、楽ですよ。もうこれ天井つくからね。そう。で、このまま、私は結構ね、マイペットとかね、好きなので、マイペットを床にシュッシュッシュッってやって、そのままやると、ほんと床のね、真っ黒さに気づくっていうね、商品ですね。はい。もうこれ10年ぐらい使ってるかな。最近のはですね、山崎産業さんすごい考えられてて、この柄の部分が、カットされてて、長さが調整できるようになってますね。これだけ長いと、捨てるとき、ちょっと粗大ゴミになっちゃうので、カットされて売ってるのってすごいいいですよね。収納も楽だなと思って。はい。最近のはね、そうなってますね。はい。まあ、けどね、これ全然、もうめちゃくちゃ活躍も多いし、はい。一家に一台ね、必要だと思います。はい。ぜひね、参考にしてみてください。はい。ということで今日はフロアワイパーについてのご紹介でした。ご清聴ありがとうございました。